KDE Frameworks は複数のオペレーティングシステム上の QT ベースのソフトウェアスタックやアプリケーションですぐに利用できるライブラリとソフトウェアフレームワークのコレクションである。KDE Frameworks のコレクションは,はハードウェアの統合、ファイルフォーマットのサポート、追加のコントロール要素、プロット関数、スペルチェックなどの一般的に必要となる機能を特徴としており、 GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスの下で、配布されている KDE プラズマごと、KDE アプリケーションズの技術的な基盤となっている。KDE フレームワークス語は、Qt 語に基づいており、JavaScript をベースとした、宣言型プログラミング言語の QML を、ユーザーインターフェースの設計に利用することができる。QML で使用される、グラフィックスレンダリングエンジンは、 様々なデバイス間でより柔軟なユーザーインターフェースを実現することができる。KDE フレームワークス後のコードのいくつかはバージョン5.2やそれ以降の Qt に統合された。KDE ソフトウェアコンピレーションを KDE フレームワークス後、KDE プラズマ後、KDE アプリケーションズに分割して以降、各プロジェクトは独自の開発ペースを選択することができるようになった。 KDE フレームワークスは毎月新たなバージョンがリリースされバージョン管理システムには Git を利用している。KDE プラットフォーム4ランタイムと KDE フレームワークス5ランタイムの両方をインストールすることでアプリケーションはどちらかを利用できるようになる。プラットフォームリリースとはシリーズを開始するリリースのことである。このメジャーリリースだけが 前のバージョンとのバイナリー互換性を損なうことが許容されているが、マイナーシリーズのリリースではバイナリー移植性は保証されている。これは、例えば、K デスクトップエンバイロメントさん向けに開発されたソフトウェアはすべてのバージョンの KDE3 で動作するが、K デスクトップエンバイロメントに向けに開発されたアプリケーションは KDE3 のライブラリを利用できないことを意味する。 KDE のメジャーリリースのバージョン番号は主に QT のリリースサイクルに従う。これは KDE ソフトウェアコンピレーション4が QT4 に、KDE3 が QT3 に基づくことを示す。各フレームワークのリポジトリにはメティンフォー、ヤムルという名前のファイルが含まれなければならない。このファイルにはフレームワークのメンテナー、種類、サポートされている、 オペレーティングシステムなどの情報が記載されている。現在サポートされているプラットフォームは Linux、Microsoft Windows、MacOS、Android である。KDE フレームワークスは明確な依存構造を持っている。この構造はカテゴリーと階層からなり、カテゴリーは実行時の依存関係を示すものである。階層はコンパイル時の他のフレームワークへの 依存関係を示す。KDE フレームワークスは70以上のパッケージから構成されている。KDESC4 ではこれらのパッケージは k d e l i ブス s として単一の大きなパッケージから構成されていた。k d e l i ブス s はいくつかのフレームワークに分割されたが一部は KDE ではなく QT5.2 に統合された。k d i f r a m e w o は 他のライブラリーへの依存度に応じて、異なる4つの階層にグループ化されている。第1階層フレームワークは、Qt や他のシステムライブラリーにのみ依存する。第2階層フレームワークは、第1階層ライブラリー、Qt や他のシステムライブラリーなどに依存できる。ソフトウェアパッケージ Linux ディストリビューションは配布する、ソフトウェアをパッケージ化するために、 何らかのパッケージ管理システムを使用している。例えば b ビアンはクグロボレイクセルをリブクフゴグロボレイクセルというパッケージ名で配布しているがフェドラは KF ゴグロボレイクセルという名前で配布している。バージョン5.0の前に技術プレビューと2つのアルファリリースと3つのベータリリースが存在した。KDE フレームワークスのソースコードは ケイデリーブス1の頃から存在する。最初に KDE フレームワークスとしてリリースされたのはバージョン5でコードベースが KDE プラットフォームのバージョン4であったことを考慮された。KDE プラットフォームから KDE フレームワークスへの移行は2013年8月に開始された。KDE フレームワークス5.0の初期リリース後開発者は モジラ Firefox と KDE の統合性の向上などのように KDE フレームワークス後に新たな機能を追加することに焦点を当てている。KDE フレームワークス後の主な改良点はモジュール化の強化である。KDE フレームワークス後以前はライブラリーは単一の大きなパッケージから構成されていたが KDE フレームワークス後ではライブラリーは小さなパッケージに分割された。 このことにより依存関係を最小限に抑えることができ、他の QT ベースのアプリケーションでの利用が容易になった。KDE4 は QT ウィジェットツールキットのバージョン4に基づいていたが、フレームワークス5からバージョン5に基づくようになった。KDE フレームワークスは、KDE ソフトウェアコンピレーション以外にも、デスクトップ環境の LXQT や Moonlight ド、ハワイなどに採用されている。 キャリグラスイートのラスターグラフィックスエディタであるクリタは2016年5月31日にリリースされたバージョン3.0以降は KDE フレームワークスごと QT5 に依存しているバージョン2.8以前は KDE プラットフォーム4と QT4 に依存していた切り紙によりアマークやアボガドロ、トロジタ、サブサーフェイスなどのアプリケーションでの利用も増えているありがとうございます